現在死んだ時間1123年10月27日17時52分シードディレクター様 ID 認証成功。お帰りなさいませ。一級異変警告です。電撃ホールは急速拡張しており、約12時間以内で海域全区域に広がると予想されます。放送を聞いた住民の皆様、やった通信が途絶えました。今回の異変は広範囲にわたり、カイリン以外のどことも連絡がつきません。異変による影響はすでに近域内にとどまらず、各地の異常なエネルギー波動指数が持続的に上昇しています。もう一度車列を促して早めに出発させるのがベストですね。もし途中でシードのチームに会ったら、CEO に通信が回復した後、私に無事を報告するよう伝えてください。ディレクター、どうしてまだここに？話し合って決めたじゃない、護送にはあなたが最適なの。途中で襲撃されたらあなたの能力が頼みの綱だって。どうして引き返してきたの？いえ、ただ急にぼんやりして、いくら呼んでも返事がなくて。様子がちょっと変だよ。護送中に何かあったの？もう、こんな時に近域に行くわけないでしょ？電撃ホールの異変が広範囲の空間の歪みを引き起こしてるの。今近づいたらどこか未知の世界に送られるかもしれないよ。みんな避難しているのに、どうして戻らなきゃならないの？どうして黙ってるの？ディレクター、どうしてもそんな危険を犯さなければならないの？あなたはシードの CEO だもの。ディレクター以外の呼び方なんてないでしょ？時々、あなたが何を考えているのかわからなくなるけど、そこまで言うからには、きっとそれなりの理由があるんだよね。行きましょう。こんな時は、いつだって私はあなたについていくしかないんだから。指示を待ってるよ。これでも食らえ！
幕府公衆命令に従って避難を支援するわ。するならまず話を整理してから。まあいい、俺が説明する。俺とヤンリンは A03 区の守備を担当している。撤退する少し前、電撃ホールの奥に巨大なワーム状の生物が現れた。続いてホール全体が急速に広がって激しい爆発が起こったことで、空中に設けられたエスクが破壊され、データ検出も中断せざるを得なかった。巨大生物？もし遭遇したら私たちに止められるかしら？無理ですよ、あんなのもはや生物というより怪物ですもん。シロの意見も同じです。読み終わったらここにサインしてね。ディレクター、ディレクター、聞こえる？18時23分だけど、どうしたの？1123年10月27日どうしたっていうの？顔色が悪いけど。私があなたをディレクターと呼ぶのはおかしいと思ったのは、あなたの記憶の中ではこの時点でディレクターと呼ばれるべきなのは先生本人だからだってこと？でも1121年4月25日その日のことは私もはっきりと覚えてる。私が正式にシードに入社した日だから。クク茶一杯みたいな冗談めかした申請書とは違って、私は正式な本当に効力のある承認書類をもらったの。ディレクター欄にサインしたのは先生ではなくあなただったわ。ここまで私たちの記憶にはズレが生じてるんだね。人の威嚇能力は自身から発せられ、エコーラの魂の奥底から共鳴している。それはエコーラの一部であり臓器のようなもの。忘れたからといって消えることはない。でもそれって電撃ホールが複数の異世界につながっているという理論にも合致しているんじゃないかしら。ただ今回そのホールを通り抜けてきたのがディレクターさん本人だった。もちろん行くよ。このまま一般人のあなたを危険にさらしておくなんて心配でしかないもん。私とシロも行きます。静かに、誰かいる。お前が来るとは思わなかった。まったくじゃ、枯れた覚悟。
こんな口ぶりで話しかけてくるとは。許すわけにはいかぬ。根を捨てこの地で朽ちるつもりか。何時が。まさか、そんなはず。これらの雑草のためだけにか。ゲン、いや、極還元よ。見るのじゃ、力尽きた汝は、奴らの到来すら感じ取れておらなんだ。ここは君の世界ではない。君はここに来るべきではない。皆さん、気をつけて。何か大きなものがものすごいスピードで来ます。いつでも準備はできている。雷影先陣。え？手伝ってほしいの？早く終わらせないと、クク社のアイスが溶けちゃうよ。いるわよ、どうぞ。あんたたちの相手はここよ。警戒を怠るな。気をつけろ。俺が引きつけておく。待ってるよ。そうか、あれを見つけたか。来る前、わらわはいろんな可能性を想像しておったが、こんな嬉しいサプライズは予想外じゃ。ゲン、汝に感謝すべきよの。下がれ。あの子は下がる必要はない。わらわたちはかつて血がつながっていた仲ゆえ、あの体のせいで汝に愛そびれるところだったぞ。さあ、この姉が家に連れて行ってあげるからな。すまない。安心して眠れ。君はここで消えることはない。ただ自分のいるべき場所に帰るだけだ。時が来たら未来でまた会おう。
現在、神羅時間1121年4月25日13時52分。シード・ディレクター様、ID 認証成功。お帰りなさいませ。現在、神羅時間、1121年4月25日、13時52分。シード・ディレクター様、ID 認証成功。お帰りなさいませ。ディレクター様、指令を入力してく。ディレクター様、指令の入力がタイムアウトになりました。操作を取り消しますか？ディレクター、こっち！お待たせ。ちょっとしたトラブルがあってね。乗って。金域の方が私たちを待っているから。ん？金域に設置した探知装置が電撃ホールから捉えた異常なエネルギー波動が自動警報レベルに達したわ。エコーラが電撃ホールを通過していると考えられる。機動隊と関連部署の責任者は現場に行かないと。どうしたの？急にそんな質問をするなんて。ここに来る途中もずっと上の空だったし、どこか具合でも悪いの？だといいけど。ん？近畿は当局からハイリスク放射性エリアに設定されています。どうか皆さん落ち着いて、くれぐれも線を越えないでください。重ねて警告します。近畿 B01 区開発研究エリアはシードが管轄しています。無断で侵入した場合、当方には強制措置を取る権利があります。機動隊からの情報よ。別に。ただ電撃事件からちょうど5年経ったでしょ。その余熱がまだ残ってて、金域の出入り口がまた抗議デモの人たちにびっしりと囲まれちゃってるだけだよ。なんちゃって。彼らの情報によれば、この先は本当に混雑してるみたいで、車が全く進めないんだって。早めに対処するようにってさ。うん、私もそう思う。今は人を避けていかないとね。だってシードの制服を着ているし、もし気づかれたらデモの人たちが全部こっちに押しかけてくる可能性があるから。近域での探知装置は引き続き、電撃ホールからの異常なエネルギー波動データを記録してる。これまでに一度ピーク値を示しており、その数値は143で、エコーラが電撃ホールを通過する数値範囲に属している。ちょっと話してるんだからちゃんと聞いて。
だからこれまでの経験からすると、異常なエネルギー波動を連続して3回以上、指数が70から150の範囲内でピーク値を観測した場合、異世界のエコーラを迎え入れる準備をするべきだってこと。今の143は相当危険な指数で、次のピーク値が現れたらすぐに私たちの知っている数値の上限を超えるかもしれない。要するに相手は強くて、私たちが本気を出しても勝てないかもしれないってことだよ。ああ、そうするしかないね。ねえ、この異世界のお客さんが時空トラベルをすぐに受け入れてシードファミリーに溶け込める確率は高いと思う？やむを得ない場合は X エネルギー防護施設を起動して被害を最大限禁域内に隔離することができるけど。嘘、どうしてこんなに人が多いの？禁域内の X 放射線に関する情報については逐一お伝えしました。どうか慎重な行動をするようお願いします。ご自身の身の安全を顧みない行動は慎んでください。もし一般の方への放射線リスクが禁域内部になければ、私もここで止めたりはいたしません。まして皆さんはよくご存知のはず、こうして大勢を集めて騒動を起こしても何の問題解決にもならないこと。一日また一日とずるずる引き延ばして、そうやってごまかそうって言うんだろ。この5年間昼も夜もどれだけの人が旧市街地で待ちわびていたと思うんだ。そうやって事なかれ主義で結局はお茶を濁してるだけだろ。生き残った俺たちにひたすら我慢を強いて、お前らは天劇事件なんて起きなかったことにして、さらには俺たちの身内の死体を踏みつけ、のうのうと金を稼ごうってのか。覚えてる？子供の頃、ここはカイリン最大の公園だった。先生によく連れてきてもらって、日が暮れるまで遊んでたね。周りはほとんどが住宅街だったから、子供やお年寄りがたくさん住んでて、すごく賑やかだった。その後、電撃事件が起きて、あんなに大きなレバーレの建物が空から落ちてきて、ほとんど一瞬で全部消えちゃった。そうだね、今立っているこの交差点には二つの世界の数えきれないほどたくさんの人々が埋葬されている。電撃ホールに関連するものすべてに抗議してたんじゃない？例えば X 結晶とか、それに関連する新しいエネルギー、放射線病、そして他の派生物。私たちエコーラも派生物の部類に入っているんでしょうね。何しろ彼らから見れば私たちは完全に同じ人間とは言えないしね。最後の警告です。電撃ホールは高度に活性化した状態で、機域内の危険レベルは上がり続けています。いつでも。もうたくさんだ。やれリスクだやれ危険だと日々吹聴しているが、お前らシードの連中は全く恐れてないだろう。それどころか次々と中に入っていくじゃないか。お前らが言うリスクなんて嘘か本当か分かるはずないだろう。騒ぎを起こさなかったらお前らはそのまま知らんぷりしてたくせによ。ほらどうした。今こうして校区が包囲されて金儲けの邪魔をされたからようやく慌て出したのか。そうだそうだ、はぐらかそうったって無駄だぞ。こちらの訴えをいつ相手にしたって言うんだ。 XN の開発をし
エコーラの悪事を野放しにしておくんだから、お前らも同罪なんだよ。お前らシードみたいな XN に頼って成り上がった悪徳会社こそが X 放射線を蔓延させて伝染病を撒き散らし化け物を横行させた元凶かもしれんぞ。いい加減にしてください。シードが金域内で展開している研究と採集作業はどれも公式に権利を取得したもので、防止策も完璧です。いわゆる X 放射線漏れの問題は一切ありません。おい変われ、鼻からまともな理屈が通るほどこいつら聞く耳持っちゃいねえって。たとえ本当に野良のエコーラがやりたい放題悪さしてたって、法律や規則をちゃんと守ってる俺たちには関係ねえだろ。誹謗中傷するのも大概にしろ、どいつもこいつも全員失せろ。何をする気だ。もう一歩近づいてみな、噛みついてやるからよ。恐れるな、聞くな。全員俺と一緒に前に進め。現場でこれだけ大勢の目が見ていて、これだけたくさんのカメラで撮っているんだ。やれるものか。シードに買われたこんな化け物が俺たちに対して何ができるって言うんだ。シード反対、エコーラを追放せよ。 XN 開発を中止しろ。シード反対、エコーラを追放せよ。 XN 開発を中止しろ。まずい、このままじゃ状況を抑えきれなくなる。警告警告、近畿 B01 外周の出口付近で異常な生命体の活動を検知しました。外人詳細は直ちに調査に向かってください。なお、このボロ警報器何をわめいてやがんだ。虫のようなものが効果から出てきています。ジャポーンの派生種？どうして、どうしてこんなところに現れるの？The terminal is under attack. Please deploy defenses.指示を待ってる。これでも食らえ。いつでもご加盟、流星雨とかし弾影後を止め。全隊員初手。いつでもご加盟ください。まだ幕引きではありませんよ。あ、手伝ってほしいの？早く終わらせる。ごきげんよう、ディーエンと申します。本日そいつらを通すな。今来たその二人もシードのやつだ。もう引っ張らないで。あなたたちのために虫を止めてるんですよ。手を離さないと本気で怒りますよ。警告、近畿 B03 外周の出口の公共設備が襲撃を受けました。うっせーな、クソ警報。ちょいとそこのあんたたち、いい度胸じゃん。あたいが何ヶ月か閉めてないうちに旧市街地じゃもうあんたらみたいな雑魚が幅利かせてんの。さあ
さっきほざいてたたわごとあたいの前でもう一度言ってごらんよ。ほらん貴様、よくも御託を並べてくれたね。あたいがエコーラになったからってあんたらに手出せないと本気で思ってんのかい。わかった、そっちが言い出したんだからな、こっちも遠慮はいらねえよな。この無頼のアバズレめ、エコーラになってバックに大企業がついてりゃ好き勝手やっていいって思ってんだろ。俺に手を出すだと？やってみろよ、できなきゃ腰抜けだ。そうそう、こっちだ、こっちに殴りかかってこいよ。ぜひ手を出してもらいたいもんだな。そうすりゃお前の面構えと行動が暴かれてみんなにも知ってもらえるからな。普段人間のように装っているエコーラとやらが一体どれほどの化け物なのかを、そしてお前らをかばうシードがどれほどのものなのかってな。自分を何様だと思ってやがんだ。けっ、脳なしが言いたい放題デマ流してくれるね。あたいが怯えるとでも思ってんのかい。化け物上等じゃないか。今すぐあんたたちに本物の化け物ってもんを思い知らせてやるよ。王さん落ち着いてください。どうしたの、何を探してるの。何？警告、新域203来週の出口の公共設備が襲撃を受けました。嘘だろ、またかよ。は、見たかい、さっきあたいらエコーラが前に出てあいつらを食い止めなかったらあんたらみたいな一般人はくたばってたんだぜ。あたいたちが先頭に立って命がけで守っているセーフティーゾーンはあんたらがごちゃごちゃ文句を言うためにあるんじゃないんだよ。そんなことはもちろん分かってるさ。問題はあたいらだけが分かってれば十分なのか。あいつらにあそこで好きかって言わせておくのかい。口を開けばデマばかりだ。堪忍袋の尾も切れるってんだ。なんであたいがシードに入ったからって腰抜けみたいにやり返すこともできずにここで突っ立ってなきゃなんないのさ。なんでこのクソどもに好き勝手言わせておくのさ。二人とも落ち着いてください。緊急事態に直面しても理性を保つのが秩序を維持する者の務めでしょ。あんたが次期シードのボスなわけだし、極さんが育てた弟子だからね。もちろん信じてやるさ。ち、忠告しなかったとは言わせないよ。今金域の中はやばいことになってんだ。一旦 X 放射線が外に溢れたらここに立ってる奴らが真っ先に被害に遭っちまうぜ。死んでもあたいみたいな化け物になりたくないってんなら今すぐここから消え失せな。警告、天撃ホールの異常エネルギー波動に2度目の菊池が検出されました。現在の指数は159、警戒レベル5。繰り返します。
戦撃ホールの異常エネルギー波動に2度目のピーク値を検知しました。現在の指数は159。異変による影響はすでに近畿内にとどまらず、各地の異常なエネルギー波動指数が持続的に上昇しています。ディレクター、顔色が悪いけど大丈夫？携帯モニターがずっと鳴ってるけど、さっき見せたかったのはこの指数の変動？ディレクター、どうする？金域外周の封鎖命令を受け取りました。 ID 認証中。シード、CEO 様、ID 認証成功。指令を実行します。シード従業員、ID 確認。エコーラ、ID 確認。放射線感染リスクなし、通過を許可します。シード従業員、ID 確認。エコーラ、ID 確認。放射線感染リスクなし、通過を許可します。押さないでください。皆さん落ち着いてください。万一転んだら。あっ、あなたは。ありがとうございます。はい、ディレクター、急いで。シード従業員、 ID 確認。民間人、非移管戦車、 ID 確認。放射線感染リスクなし、通過を許可します。待て。エコーラでもないくせに、なんでシードのために働いてるの？エコーラが増えれば増えるほど、シンラは元の姿に戻れなくなるんだよ。分かってるの？私たち一般人にはますます生きる道がなくなるんだ。自分が異感染者じゃないからって、他の異感染者の生死はまるで考えないんだな。この裏切り者め、恥を知れ。ちょっと、彼女に何をするつもり？このクソが、どけ！ ID 識別中。民間人、感染リスク不明。駆逐します。ゲートを壊せ！ぶっ潰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 せ！ ID 識別中。 ID 識別中。一般人、感染程度不明。駆逐します。駆逐。無断で禁域に侵入しようとする人に対し、シードは強制措置を取る権利があります。彼女を離してください。これが最後の警告です。何そこでぼさっと突っ立ってんの？さっさと入んな。逃げるな、クズめ！貴様、止まれ！大丈夫かい？些細なアクシデントとはいえ、びっくりしちまっただろ。もっと大きなアクシデント？ああ、あの、極先生の後を継いで CEO になるってお方っすね。さっきの入り口じゃずっと挨拶する暇もなくて。どうもどうも、はじめまして。俺、クリスティンス、ウーレアーから来ました。クマって呼んでもらっていいっすよ。将来のディレクター、どうして一般人なんすか？将来のディレクター、あなたみたいな非異感染者ってX 放射線に鈍感だから、今後もエコーラにはなれないんじゃ？将来のディレクター。クリスティンさん、将来のディレクターさんのために少し静かにしてあげましょう。
ああ、よし。ディレクター代理さん、大勢の人が急に押し寄せたため、外周のゲートはすでに封鎖されました。現在、禁域内には、撤退に間に合わなかった研究スタッフが、まだたくさんいるでしょう。了解。残りのエコーラは？了解。ここ、あんたんとこかい？仕事モードに切り替え中。指示を待ってるよ。ヘビー級のおやつをお見舞いしなきゃ。いつでもご加盟ください。流星アネとかし、弾影跡を止め。全隊員、行ってみなよ。どきな、一暴れしてやるか。口を慎みな。一線、雲を貫け。いつでもご加盟ください。百歩の柳、一矢必中。え、手伝ってほしいの？これでも食らえ！全隊員、所定の位置に着きました。まだ幕引きではありませんよ。いつでもご加盟ください。もう待ちくたびれたっつーの。邪魔だよ。これでも食らいな。指示を待ってるよ。早く終わらせないとククちゃんのアイスが溶けちゃうよ。全隊員、所定の位置に着きました。流星アネとかし、弾影跡を止め。変じゃねえか。前に天劇ホールからエコーラがワープしてきた時はこんなにたくさんの生き物なんて連れてこなかったぞ。このティポーンの派生種はどっから湧いてきてんだ。天劇ホールの異常エネルギー波動に3度目のピーク値が検知されました。現在の指数は171、警戒レベル5。大変、ここもまだ始末しきれてないのに、上のやつがいつ降りてくるかわからない。もう人手が全然足りない。それに異常エネルギー波動の影響で外部との通信も途絶えてしまいました。シード、CEO 様、ID 認証、成功。クリスティンさん、ホーさん、外で警戒しましょう。環境の変更やその他の干渉要因の検知なし、ベイン OS にアクセスしました。
デミウルゴスの族長のグーキだ。あ、見る目くらいはあるか。どう？潜行は成功した？来ないよりはマシだよ。ただ、残念ね。苦労して設置されたここの設備が、一回の潜行で全部ガフカで使えなくなったなんて。了解。メモしておく。そうだ。選考が終わったから、ラン姉さんたちに、もう大丈夫って伝えに。あれ？どうして急に暗くなったの？あ、安心してください。俺は空飛ぶクマっすから。大丈夫？知らないよ。自分が振り落とされて死にそうな時に他のやつを構う余裕なんかないって。静かに。何さ、あたいってばまたまずいことでも言っちまったかい。足音が聞こえます。気をつけて。来ます。邪魔をするな。何事か。雷に打たれよ。指示を待ってるよ。ヘビー級のおやつをお見舞いしなきゃ。いつでもご加盟。流星雨とかし弾影跡を止め。全隊員所定の。行ってみなよ。どきな。口を慎みな。手伝ってほしいの？一線、雲を貫け。望むところだ。この雷槌を超えられるとでも。痛快。指示を待ってるよ。これでも食らえ。これでも食らいな。
久しぶりだな。人に変身できるのかよ。俺と同じウーレアーの出身か。あの人はコウソウと言います。レッドの先輩ですよ。5年前シンラにやってきたレバーレのエコーラだ。俺の詳しい情報は姉さんに頼んで極秘ファイルを調べてもらうといい。そして躊躇なくかかってきたこいつも残念ながらレバーレの元住民でな。よければロタスと呼んでやってくれ。どうも、はじめまして。じゃあこれで知り合いってことでいいですよね。コウソウさん、見て。彼らはお前のことをコウソウと呼ぶのか。ん？本名は捨てたのか。ああ、とうに捨てた。とにかくお前はまだ生きている。よかったな。お前もな。そのレバーレから来たばかりなのか。あっちはどうだ。本当に過去を捨てたなら聞くべきではない。そうだな、聞かなかったことにしてくれ。自分はレバーレから来たわけではない。あのホールに入った後少々厄介な目にあってな。どういう意味だ。まさか5年間も天劇ホールに留まっていたというのか。着地点がずれただけで途中他の場所を転々とした。ここに今お前がいるということはもう一度ホールに入ったのか。大した度胸だ。ディレクター、君がシードの次期 CEO だな。記者の研究はまた新しい方向に向かうんだろうな。ロータス。ああ、やっぱり君たちの世話になりそうだな。そうだ、後で直接彼をレッドに連れて行くが、シードはうちから人を横取りしないでくれよ。いいね。まあ奪ったわけではないが、シードの福利厚生はいいだろう。特にあの二つの食堂。無駄話はいつ終わるんだ。彼らはキュポーンの母体の存在を知らないが、お前は違うだろう。ずっと派生種の始末をしていて母体まで気が回らなかっただけだ。ただの言い逃れだ。お前は恐れている。キュポーンを、その飼い主を、そして飼い主の背後にいる者、生還に関わる者すべて、存在そのものがお前を震え上がらせる。だがかつての主催として特別に許可しよう。騎士長、今回の追跡には参加せずともよい。参加しなくても俺とは無関係になるわけじゃないだろ。いいだろう。その覚悟があるなら教えてやろう。成果はまだ生きている。バカな。5年前アンダルスをはじめとした殲滅作戦は失敗した。生殖の残党はホールへ逃げ込み、生還本人は行方不明となった。自分の使命は奴らを完全に葬り去ること。そして今この廃墟にはその残党の一人がいる。生還が生きていると知った今、お前はまだ続けたいか。
正直に言え。逃げたいさ。俺は昔のこととはこれっぽっちも関わりを持ちたくない。しかし今はレッドとしての使命がある。デュポーンの派生種は母体から離れれば単体では長く生きられない。つまりそいつらがいる場所に一体以上血のつながりがある母体がいるはずだ。俺の知る限りこんな魔物を飼う能力を持っていたのは俺たちのあの古い知人だけだ。このエリアは当時落下した聖教の遺跡の影響を受けていて、ここ5年ほどでかなりの X 結晶を析出している。ティポーンの母体はそれを食うためにエネルギーが一番濃い場所に行くはずだ。行こう、俺が案内する。さっき一瞬で周りの温度が一気に下がったような気が。ディレクター、二人の間に立って何言ってるの。まあ現れるなんて夢にも思わなかったものだからね。それでは皆さん、計画通りに行動してください。いつでもご加盟ください。流星雨とかし断影跡を止め。痛快。行ってみなよ、誰をボコすんだい。どきな。何事か。口を。指示を待ってるよ。全隊員所定の位置につきました。まだ幕引きではありませんよ。一線雲を貫け。望むところだ。雷に打たれよ、この盗っ人どもめが。いつでもご加盟ください。流星雨とかし断影跡を止め。これでも食らいな。もう待ちくたびれたっつーの。邪魔だよ。手伝ってほしいの。これでも食らえ。やっぱり俺が。デュポーンの母体が X 結晶を食べるっていうのは、てっきりファンタジー小説で霊力を吸収するみたいなものかと思っていたんだけど、本当にガリガリかじってるなんて。ほら、綺麗な X 結晶光がどれだけひどい姿になってるか見てよ。やつにその気があれば確かにできなくはないが。ディレクター、ディレクター、どうして反応がないの？ここは今年うちが分けてもらったばかりの校区だよ。第一四半期の X 結晶の算出額だけでうちの去年1年間の収入を上回るんだよ。引き継いだばかりで問題を起こしたら
株主総会でキさんに何て言ってお詫びすればいいか考えた？あの、うちの去年の収益って多いのでしょうか？もちろん。さっき外にいた時何も言い返さなかったのはデモ隊の言うことにも一理あったからですよ。シードはコークのおかげで儲かっているんですから。なるほど、わかりました。ええ、うん、ところで、あの白いクマはどうした？しばらく姿を見てないが。先に周囲を見てくるって言ってました。この坑道内に避難しそびれた従業員がいるといけないからって。報告！でっかい化け物を見つけました。ターゲット確認、捕獲開始。何事か。雷に打たれよ。The terminal is under attack. Please deploy defenses. CG を待ってるよ。これでも食らえ！いつでもご加盟ください。この盗っ人どもめが！全隊員所定の位置につきました。流星雨とかし弾影跡を止め。望むところだ。この雷を超えられるとでも？ご用ですか？え？手伝ってほしいの？ヘビー級のおやつをお見舞いしなきゃ！若者に手を出しよって。いつでもご加盟ください。まだ幕引きではありませんよ。遠くの風が君の魂を守らんこと。ああ、いるぜ。俺に続け。誤解するな。鉄槌を下すだけだ。この盗っ人どもめが！全隊員所定の位置。流星雨とかし弾影跡を止め。いつでもご加盟ください。行くがいい。若者に手を出しよって。見てみろ、空にいるあれは何だ？エコーラか？この光見覚えがあるわ。天劇ホール、あの事件の時もこんな光だった。そうだ、思い出した。
わー、どけ、どいてくれ、邪魔するな、家に帰る、家に帰らせてくれ。どういう状況？あの音が鳴った後、攻撃が当たっても急に効かなくなった。この廃墟内のあらゆる結晶に蓄えられていたエネルギーだ。シンラでは XN と呼ばれているが、レバーレでは別の名前がある。神力結晶というんだ。ついさっきニーミアの主はあいつに最後の命令を下した。神力を飲み込み、禁域を破壊せよと。こいつ自爆でもしようってのかい？威力は今のところ不明だが、レバーレで見た感じでは、もし奴に A01 区で析出した神力を完全に吸収させれば、ここと近くの天境特区を更地にするのも不可能ではないだろうな。君たちはここから早く離れるんだ。これを第二次天劇事件だと思え。近くの住民を避難させろ。どうして急に？ロタスが止めてくれたんじゃないんですか？一時的なものに過ぎ、ロタスが習得している力と聖教の廃墟から析出する神力結晶は元をたどれば同じだが、聖冠の力は何しろ強大すぎる。もしロタスが本当に相手ができるなら、当時の討伐作戦もあんなことには、いや、もう過ぎたことだ。早く行け。俺はあいつに協力して君たちのために時間を稼ぐ。どうして黙ってるの？ディレクター、また危険なこと考えてるよね。私は反対だよ。ディレクター、正気かい？ここはうちの校区だよ。けどよ、王さん、私たちのディレクターさんを信じましょう。あたいはもちろん彼女を信じてるさ。その爆破によって X 結晶中のエネルギーを完全に消費でき、単に結晶を破壊してバラバラになった状態で空気中にばらまくだけでないというのならいけるだろう。私も行く。わかった。何をすればいい？了解しました。爆破によって生じた X 放射線が外に漏れ、外部で広範囲の X 細胞変異症候群の感染が起きてしまっては、もう失敗したも同然ですからね。が、必ず任務を成功させます。こちらに。こちらはシードのディレクターアシスタントシノです。これより全域放送を始めます。地下の防護施設に避難している禁域の全従業員の皆さん、この放送を聞いたら直
たちに緊急対策330号案を実施し、それぞれ最寄りの金域の外壁に集合してください。エコーラが迎えに来ます。繰り返します。全従業員さん、この放送を聞いたらすぐに最寄りの金域の外壁に向かってください。私たちが迎えに行きます。ディレクターは行かないんですか？それではどうかお気をつけて。ディレクターさん、金域の外周すべての防御施設が起動されました。花火を用意してもいいですよ。以上。いいストレス解消になりそうだね。今度あたいもやってみようかね。掘削装置を連結しました。 X 結晶原子状態にアクセス成功。掘削装置を連結しました。 X 結晶原子状態にアクセス成功。装置の過負荷警告。このまま最大出力で X エネルギーを抽出しますか？なぜ手を止める？デュポーンの神力供給が中断された。ディレクターが。気を緩めるのはまだ早い。あいつの飼い主はダフデルだ。たとえ死ぬと分かっていても、反撃してくるだろう。クソが！何が起きたのさ！ A01 区をすっかり絞り取ってやったってのに、あの虫の自爆案、なんでまだこんなに威力が大きいんだい？こんなに揺れちゃ、行動もじきに崩れちまう。ディレクター、もう持たないのか？もっと早く足を動かしな！頑張りな！すぐそこが出口だ！もう先に撤退した一般人が見え！ディレクター、危ない！下がれ。金域の危機は解決した。医療班、医療班の人はどこ？エコーラは全員負傷。増援は？まだか？クマ、クマ、クリスティン！まだ息はあるか？CEO、極先生が来てくれた。ディレクター、ディレクターも出てきた。よかった。いや、漏れていない。君たち全員、よくやった。デュポーンのサンプルを持っていけ。やっぱり、大騒ぎになってしまいました。金域の外には、記者ややじ馬が大勢集まってきています。あとは俺たちに任せろ。君たちは、ロタスを連れて早く離れろ。
見ろ、シードの制服が見えたぞ。背負われてるのは、うまく隠されてて顔が全く見えない。あいつがの仕業なんだ。シードの CEO として今回の事件に。先生、私たち。心配するな、大丈夫だ。ロタスさん、何を見てるんですか。諸悪の根源。身勝手な行動はここまで。どう、旧友と会った感想は。し、吐き気がする。全ては必然である。そうだろう、フレイ。昨日午後、金域の核心エリアで大規模な崩落事故が発生し、周辺の港区から作業員100人近くが緊急避難しました。シードによりますと、今回の事故による直接被害額は数千万に上るとのことです。目撃者によりますと、25日の午後3時ごろ、金域内部で正体不明の獣の咆哮や鳴き声が何度も聞こえ、その後、空中に5年前の電撃事件直前とよく似た奇妙な現象が現れたそうです。しかし、当時金域を封鎖する決定を下したシードは、今回の件に対して固く口を閉ざしています。関係者によりますと、25日の金域事件の後、シードでは社内会議が開かれ、CEO を務める極還元が引責辞任したそうです。これらに関する情報は近々公表される予定です。目が覚めたか。ああ、昨日仮決定した。君の事前の手配のおかげで、ビーク外周に向かったエコーラがデュポーンの自爆前に急遽防護設備を起動したから、壁の外の一般人に死傷者は一人も出なかった。だが壁の内側にいたエコーラたちはエネルギーの衝撃をまともに食らってしまった。シノは大丈夫だったが、アルファ小隊、ベータ小隊はクリスティンを除いて多数が重傷を負った。金域から医療部に戻った後、彼の体内の威嚇に病変が現れ、細胞シンクロ率も大幅に上昇し、すぐレベル S の限界値を突破した。電撃事件が起きたあの日から、この世界の誰もが自分の選択がどのような未来を導くのかわからなくなってしまった。秩序を守る側として、一部の予測できる事件には準備する余裕がある。だが多くの場合、シードは突発的な事件が起きた後で対処することしかできない。損害を完全に防ぐ道はない。損害で失ったものを取り戻すしかないんだ。それは我々が今まで歩んできた道であり、これからも歩み続ける道だ。シードの次期 CEO として、君は多くの人の先導者になるだろう。まさに今言ったように、君の理念に賛同した者は君の後につき、君が開いた道に沿って進んでいくだろう。電撃事件後、私がなぜ我々が暮らしているこの世界を
シンラと名付けたのかわかるか。天劇ホールを通って無数の世界、無数のエコーラがここに集まるからだ。シンラは中枢になるかもしれん。そしてシードが歩んでいる道は、この中枢の核心とこれから向かう無数の未来を探すことになるかもしれん。道は遠く、危険に満ちている。だがシードの CEO として、単なる利益や世論のためではなく、悔いのない選択をしてほしい。この研究に力を入れる以上、シードは当然それなりの責任を負わねばならん。これは私が CEO としての最後の授業だ。今日から極還元はシードにとって過去の人物となるだろう。天劇ホール、シード、そして多くのエコーラと一般人のこと、あとは任せたぞ。それをもって進め、なくさないように。失礼します。先生、道先生がご用だそうです。ああ、ちょうど私からも彼に伝えておきたいことがある。現役を退いた後、カイリンを離れてエリドゥに向かうつもりだ。この旅は長くなるかもしれん。しばらく連絡が取れない場合はメールをよこしてくれ。見たら返事する。了解です。なんだ。興味深い仮説だな。先生、これは仮説ではないと思います。ディレクター、あなたが見た幻覚には、天劇の異変、デュポーンの派生種、そして姿がはっきりと見えない女の人が出てこなかった？昨日金域で戦った時、なんとなく私たちのデュポーンの派生種に対する理解が勝手に深まったみたいです。しかしエンちゃんたちにはなかったようです。その幻覚の中で私が君たちと決裂するのを見たのか？はい。決裂の原因は？目が覚めたばかりなんだ。そんなことで気をもむ必要はない。幻覚が現れたのは確かに怪しい。しばらく外出の際には気をつけろ。対処できない問題があったら道のところに行け。この件について私が頼んでおく。はい。誰かが意図的に狙っているなら、そういう幻覚がまた現れるかもしれない。だが怖がる必要はない。私が生きている限り、幻覚で起きたようなことは現実にはならない。ゆっくり休んで体を大事に。ではこれでさよならだ。